はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、いいねが私のモチベーションになります。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。さて今回の動画はガス切断のコツについての動画になります。皆さんガス切断は得意ですか？ガス切断はコツさえつかめば苦手というあなたも明日から綺麗に切断することができます。そのコツをこの動画で伝えられればと思います。安全にガス切断をするための知識として覚えておいてほしいことが一つあります。それはアセチレンに火がついているということです。酸素はあくまで火力を上げるためのものであり、とっさに火を消さなければならない場合、無意識でもアセチレンのバルブを閉められるように慣れておきましょう。では早速行ってみよう。今回は一般的な中型切断機を使いますが、他の切断機も容量は同じです。まずは樋口の種類を説明します。中型切断機には樋口が3種類あり、板厚によって使い分けます。3ミリから10ミリはシャープ1を、10ミリから20ミリはシャープ2を、20ミリから30ミリはシャープ3を使います。余談ですが、私は 3.2 ミリ以下はガス切断は基本しません。別の方法で切断します。そしてシャープ3は使ったことがありません。ほぼシャープ1、シャープ2で対応できると思います。今回はシャープ1の樋口を使い、9ミリの板を切断しています。ガス切断はコツがいるとはいえ、一番大事なのは道具です。切断機が悪いといくら頑張っても綺麗に切ることはできません。樋口の良し悪しを確認し、掃除針を通しておきましょう。はい、次に火をつけますが、この時アセチレンのみで点火すると黒いススが出て樋口が汚れます。少し酸素も出しつつ着火するようにしましょう。次に酸素の調整です。酸素の火は動画と同じように青いところが一番短くなるところで調整します。青い火が短くなるここです。この青い火は出しすぎも変わらないので、酸素の出しすぎにも注意してください。次に高圧酸素の調整です。高圧酸素が2回長くなる、この2回目のところが一番切れるところとなります。動画を見てここの感覚をつかんでください。火の強さの調整ですが、切った時に上側があまり溶けない程度にしてください。強い火力だとよく切れると思う人もいると思いますが、そうではありません。火力の強さ、つまり熱で切るのではないからです。酸素で急激に熱を酸化させて切るわけで、熱はどちらかというと酸化を促す役割だと思ってください。熱や酸素の圧力で切るのなら非鉄金属も切断できるはずですが、できませんよね。今流れている動画を見てください。切っては見たものの裏側がくっついていることがあります。経験がありませんか？これは火が弱くても強くても起こりうる現象なのです。今流れている動画は火が弱いバージョンの動画です。火がうまい具合に下に抜けていないのがわかりますか？火が下に抜けていないので上に返ってきています。こういった場合は仕切り直した方がいいと思います。
今流れている動画は火が強いバージョンの動画になります。火が下に抜けてはいますが、火の抜け落ち方が激しいです。上側は溶けてしまっていますし、下側は溶けたスラグが切断面に芋虫のようについています。適切な火力に調整しましょう。その適切な火力が分かんねえよと思うでしょうが、こればっかりは経験を積むしかありません。意外に弱い火力で切れます。決して強い火で切ろうとは思わないでください。もう少し弱くても切れるかな、もう少し弱くしてみようかなと調整してみましょう。音や火の通り具合など綺麗に切断できる火力とスピードを覚えましょう。弱い火で切れるということは入熱も少なくなるので歪みも少なくなります。今回は9ミリの板を切っています。今回のように定規を使って切断機を使う場合、横に切るより奥から手前に引っ張りながら切ると切りやすいです。切り始めから切り終わりまでスムーズに切断機が扱えるようにシミュレーションもしておきましょう。もう一度見てみましょう。上側に火が戻ってきていないことを確認しながら切っています。火の抜ける下側を見てください。丸い溶けた鉄がきれいに落ちているのがわかります。この火が抜ける感覚が大事で、音にも注意を向けてください。きれいに切断されているときはボボボボボボッと心地いい音がします。この感覚は実際に皆さんが切ってみて掴んでください。もう一度言います。ガス切断は熱で切るのではありません。決して過度に強い火力の方が切れると思わないでください。切断した板が綺麗に落ちるとベストな切り方だと言えます。またいい切り方だと裏の切りカスが軽く擦ると落ちます。斜めにも切ってみます。貝先取りなどにも使えます。板が厚い場合などはこのように板の側面から切るのではなく、単面側から火を入れるとうまく切れることもあるので試してみてください。斜め切りでも切った角が落ちているのが見えると思います。強い火だとこのようなことはできません。斜め切りの場合ノッチも入りやすいので、正確に切るというよりはグラインダーでの削り代を少し残すくらいでいいと思います。同じ木口シャープ1で16ミリを切ってみます。木口シャープ2で切断した方がいい厚さではありますが、切れないことはありません。
ここでも切るコツは同じです。少し強い火に調整はしますが、下に火が抜けているのを感じながらスピードを調整し切断しています。はい、今回の動画はどうでしたか？ガス切断も生還では基礎ですが、いまいち使い切れていない人もいるのではないでしょうか。そんな方々が明日から気持ちよくガス切断ができることを願いまして、この動画を終了します。質問等ありましたらコメントしてもらえると幸せます。ではチャンネル登録いいね、よろしく。